を持って毒を制す。結構騒ぎになったから知ってる人いるかもしれない。大学時代、同じアパートに精神病の女性が住んでいた。折井みゆきをもっと細くしてもっとヤバくした感じ。夜中に、死ね死ね。って叫んだり、廊下を何時間も爆走したり正直かなり迷惑していた。このアパートに住み始めてから何年かして、県で一人暮らしの女性を狙った泥棒が多発していた。もし女性と鉢合わせたら暴力、強姦していくらしくて、私は怖くて鍵を増やしたり戸締まりを徹底するようにした。そんなある日、昼過ぎに家で友達と話していたら、ガーンってものすごい音が響いて、その後に何人かの悲鳴が聞こえた。外に出てみたら、下半身裸の男が口から血を流してうめいていて、このすぐそばで近所のおじいちゃんが腰を抜かしていて、おじいちゃんの飼い犬のブルドッグがワンワンと男に吠えていた。そして精神病の女性が自分の家の窓から、ざまあ見ろ、ざまあ見ろ、って言って時計とかまな板を男に投げていた。後から知ったけど、倒れていた男はここら一帯で頻発していた強姦泥棒まで、今回忍び込んだ精神病の女性の家で女性を襲おうとしたところ、帰り討ちにあって窓から落とされたらしい。男は数ヶ月後に死亡したらしいんだけど、男の遺族が女性のところに連日怒鳴り込んできて、それも衝撃だった。結局女性は罪に問われなかったらしい。毒を持って毒を制すとはこのことかなってちょっと思った。クレジット。過去の話フェイクあり。当時大学生の女友達 A とルームシェアしてた。私は高卒で働いてたから生活費多めに出す代わりに、家事負担は A に多めに負担してもらうって形で暮らしてて、そこそこ問題なく生活できていたと思う。A は A 兼サークルに入ってて、自作映画とかもメンバーで撮ったりしてて、私もできた映画は見せてもらってた。ある時見せてもらったホラー映画の、最後に流れた制作人のクレジットに私の名前も出てきて、何これって聞いたら、途中に出てきた髪の毛、私ちゃんの使わせてもらったのって言われた。私の抜け毛をせっせと集めて、丸めて映画の小道具に使ったらしかった。主人公がシャワーしてる時に天井から落ちてきた髪の塊も、男の一人暮らしなのに家の床に落ちてた髪の毛も、本に不自然に挟まってた髪の毛も、コンビニで買ったおにぎりを食べてたら具材に混じってた髪の毛も、全部私の抜け毛を小道具にしたらしい。自分のものじゃないゴミを漁って他人に提供する神経も信じられないし、それを本人に伝えるってことは本気で悪気がないんだと分かって気持ち悪くて、ほどなくしてルームシェアは解消した。A は納得しなかったしお金がなくて困るって言われたけど、知ったこっちゃないと A 親に事情説明して放り出した。A の紹介で知り合いだった A 県メンバーにも事情説明して、気分のいいものじゃないから作品は消さなくてもいいからと、クレジットから名前を消してもらった。A 県側も私が了承した上で提供されてると思っていたらしくて、お礼にって渡したお菓子って受け取りました？って聞かれた。そんなもんもらってないし、多分 A が着服したんだと思う。呪いの相手。大学時代、俺には A という親友がいた。A は超ハイスペックで成績はいいし、外見性格ともにイケメンだった。顔は小田切城っぽい感じ。俺は冴えないブサメンネクラだから、なんでこいつが仲良くしてくれるか本当に謎だった。嬉しくはないが、塚地に似てると言われる。それくらいイケメンやろう。そんな A は彼女がいたり、リア充グループに属していてもおかしくないのだが、なぜかいつも俺と二人でいた。いつか、イケメンなんだから、ぼっちよりリア充とつるめよって冗談で言ったら、困った顔で。俺といると安心するんだよ。つうかお前、俺がいればぼっちじゃないじゃん。って言ってたけどよくわからんかった。A とはオカルト的なサークルで出会った。そのサークルはダラサー、酒飲んで、ゲームするとか、とかしていて活動はあまりしてなかったので、俺らはよく互いの家で不思議現象について夜な夜な語り合っていた。と言っても、一方的に霊感ある俺の超常現象知識や、心霊スポット突撃談を披露しているだけで、A は楽しげにうんうんと聞いている感じだったが。そんなことを繰り返していたある日、A の家で衝撃的なものを見つけた。
その日、A がタバコを買いにコンビニに行っていて、俺は留守番をしていたんだ。コンビニまでは結構距離があって、A の帰りを待ちくたびれていた俺は、一緒に行けばよかったなぁと思いながら、部屋を見渡した。ほんと、こいつんち何にもない。テレビないし、ソファーないし、ゲームとか漫画もない。あるのは机と今俺が座ってる座布団と栄養の座椅子、持ち運び兼自宅用 PC、あとなんか小難しそうな本が詰まった本棚だけ。もうとこにはせんべい座布団で十分だってか。つーか、絶対こいつ収納家具の中、空っぽだろうな。ダッチワイフとか隠してんのかな。別に見ないけど。とか思いながら、ふと PC の横にあった地上のノートに手を伸ばしていた。メモ帳に使っていたのか、買い物メモとか家電の型番とか書いてあった。パラパラとめくったが、最初の数ページ使ってあるだけであとは白紙。と思ったら真ん中のページら辺にたくさんの文字が記してあった。なんだこれ、とめくる手を止め読んでみると。まるまる死ね死ね早く死ね死ね死ね。その後によくわからん漢字の旧字体農協。みたいのがページいっぱい黒黒と書かれている。続く数ページもうずっとそんなん。あの温厚な A がこんなこと、とビビった以上に驚いたのは、〇〇が A の名前だったこと。なんか見てはいけないものを見てしまった気がして、ノートは速攻元に戻して A が帰ってくるまで寝たふりをした。帰ってきた A は別段変わった様子はなかったが、起こされて機上を見るとノートはどこかにしまわれていた。ただ、ずっと寝てたん？ PC とか構ってなかったの？と笑いながら聞かれたから、お前のおかず倉庫なんか見るか。お前んち、何もなくて暇だからずっと寝てたわ。と片付けられたノートには触れずに答えといた。A はそれ聞いて、タバコ吸いながら笑ってた。その後、特に A に変わった様子はなかった。いつも通りダラダラと自主サークル活動を二人の部屋でしたり、飲んだり、飯食ったりって感じだった。でも、半年後の夏休みの初めに、A は突然死んだ。客観的には自殺じゃない。心臓麻痺だったそうだ。発見者は俺だった。部屋に行くと約束してたのに、連絡が繋がらない、チャイムをしても出ない。しょうがないから、もしもの時にとお互いに作った合鍵でドアを開けた。一足しかない靴はあるのに、呼んでも返事はない。何にもない部屋に歩みを進めると、A は座椅子に座って、呼吸をやめていた。寝てるかと思うくらい自然だった。死に気づいてからは、呆然としながら、泣きじゃくっていた。大家や警察、救急車を呼んだのはしばらく経ってからだった気がする。俺は本当に全て失った気分だった。そこからはあまり記憶がない。ただ、A の家族から A のプライバシー、日記とかサイトのアカウントとか、に関わるものなどが一切出てこないことについて何か知らないか、と聞かれたとき、なんとなく A は自殺したんだと思った。自分に呪いをかけてさ。そういえば、呪いとか怪しい宗教関係の話あいつ好きだったなぁ。もう A の死から数年経つが、あいつが俺以外に友達や彼女作んなかったり、無駄に物を増やさなかった理由が最近わかった気がする。あいつが死ぬ理由は見つかってないけどさ。言い忘れてたけどもちろん、ノートもなくなってたよ。あの筆跡は誰のだったんだろ。譲ってほしい。もう何年も前の話だが、新築マイホームを義兄夫婦に取られかけた。私と夫の間には子供がおらず、アパートで暮らしていた。ようやく資金がたまりマイホームを建てたのだが、義兄夫婦がとんでもないことを言ってきた。義兄嫁が会社でいじめに遭い、うつ病になった。静養場所として我が家を貸してほしいと訴えてきた。私と夫は、この家は私たち夫婦が建てた家だ。義兄嫁さんが鬱だからと言って貸すわけがないと突っぱねた。義兄は、お前はいつもそうだな。子供の頃から弟だからと甘やかされて、俺はずっと我慢させられた。とご立腹。それとこれとは関係ないだろう。スケールが違いすぎる。と夫が反論。私がその鬱病は治る見込みはあるのか。1、2ヶ月で解決できるものではないだろう。貸す間、相応の金を払う気はあるのかと聞いたら。は？何言ってるの？と言われた。この義兄夫婦、無償で貸してもらうつもりだったらしい。義両親も。うつ患者にはアパート暮らしはきつい。義兄夫婦に譲ってやれ。と義兄夫婦の肩を持つ。
いつの間にかカス、から、ゆずるにランクアップしていて夫激怒。私たちが半ば強制的に義兄夫婦、義両親を追い出し、この日はとりあえず終了。夫はこれからの義兄夫婦、義両親の出方次第で絶縁を厭わないと言っていた。3日後に、旦那と私の休みが被る時を狙ってまた突された。前回はいなかった義兄嫁を連れて、義兄嫁はおようよ涙を流し、始終うつむいていた。義兄は、義兄嫁のこの姿を見ても譲らんというのか。とドヤ顔。夫が、譲る気も貸す気も微塵もない。そもそも鬱になった義兄嫁さんを静養させたいなら、旦那であるお前が支えていくべきじゃないのか？兄さんたちさ、結婚して何年経つ？マイホームの頭金を出す貯金もないのか？それともマイホーム建設に向けて努力もしてなかったのか？普通弟夫婦が建てた家をかすめ取るなんて真似は死んでもできないわ。恥ずかしい。兄さんが自分で建てろよ。義兄は震えながら通院費用が後はめいていたが、問答無用で追い出した。翌日、義実家から正式に絶縁を言い渡してきたよ。お兄ちゃんを敬わない奴はもう他人なんだって。義両親が義兄夫婦の肩を持ったのは、新築で悠々と暮らしたかったから。特に義母は私と折り合いが悪く、義兄嫁とは馬が合う。あわよくば義兄夫婦と新築で暮らしたかったんだと思う。条件。5年前くらいに親戚から見合いを頼まれた。隣県の田舎の過疎村に住んでる親戚で、その村のかなり偉い人だとかで断れなかったって。私を押された理由は看護師だから。と田舎でハローワーク見ても給料10万ちょいが当たり前で、共働きでこの県だから看護師の女は人気らしい。20代前半で大学出て働き始めたばっかりで、結婚とかまだ考えてなかったけど、頼み込まれたからお見合いすることになった。お見合いって結婚前提みたいなものだから、自己紹介とか済んだ後すぐ結婚後の話になった。もうね、これがかなり驚いた。生活費は折半、結婚後も共働きで家事は全部私。病院帰るのは NG で、2時間くらいかかるけど通うこと。田舎だと給料下がるからだと思う。子供はできるだけたくさん産んで、育児は姑がするから私は仕事に集中。義実家同居で休みの日、夜勤明けで昼に家にいるときは畑仕事すること。二人で働いて貯めたお金は義実家をリフォームするために使う。マジでこの条件出されて呆然とした。思わず私に結婚するメリットありますか？って聞いたら、結婚はメリットじゃなくて愛が大事だし、将来的には年収1000万くらいいくし、ここら辺じゃ知らない人はいないくらいの会社の旦那だから、自慢になるって言われた。今すぐ答えはいらないからあと何回か会って考えてほしいって言われたけど、もう考える間もなく答えなんて決まってた。解散した後親戚に無理を連呼する連絡入れた。親戚はどうにか前向きに考えてほしいって言ってたけど、条件が後ろ向きどころか舐めてるとしか思えないって伝えたら、親戚に逆ギレされた。親戚と揉めたから色々大丈夫かなって思ってたけど、私の味方してくれる人しかいなかった。これがきっかけで親戚と疎遠になってたけど、最近また私の親に連絡来たらしい。私もう結婚して子供いるし看護師辞めてるんだけど、どうしても私が良かったからもう一回結婚考えてほしいんだと。考えてくれるなら多少条件譲歩してもいいとか。確かに、大企業だしど田舎で年収1000万はすごいと思うけど、そんなめちゃくちゃな条件で嫁来るわけないだろ。書き忘れてましたけど、すでに2世帯同居してて大乙女の介護も条件に入ってました。多分、看護師が良かったのは給料以外に介護も頼めるっていうのもあったと思います。子供産んでくれて家事してくれて共働きしてくれて、お金を入れてくれて介護してくれて畑仕事もしてくれる、超高性能な嫁さんが欲しかったんでしょうね。そんな奴はいないですけど。その件では御三家と言われている会社です。各地に支店があり、その県にもありそこで働いてました。その人の実家が過疎村なだけで、県庁所在地は他と比べれば田舎ですが、普通に会社などはあります。見た目は普通、少し髪が薄い程度、身長も高め、当時35歳なので田舎とはいえど大企業なので、婚活してれば普通に嫁見つかるはずですよね。
彼女の家。仕事で夜中に呼び出し食らって、疲れてフラフラになって明け方家に帰ると、リビングのソファーで知らないババアが寝てた。ソファーの前のローテーブルにはビールの缶が3本もあるし、私はアルコール飲めないからうちのじゃない、テレビはつけっぱなし。意味わかんなすぎて自分家じゃないかと思ったけど、どう見てもうち。どう見ても知らないババア。叩き起こして、お前は誰でなんでここにいる、と聞いたら。あらあらはじめまして、あなたが私さんね。A の母です。A と住んでるお家なら私の家でもあるでしょう。私は彼氏いないし、もちろん誰とも同棲なんかしておらず一人暮らしだった。A という名前は知っていて、職場の部署も職業も違う一つ上の先輩だった。この A は飲み会で少し話してからやたら連絡してきて、食事だの飲みだの誘ってくる人だった。A は母親に私のことを結婚前提で付き合ってる彼女だと言い、飲み会中に私のカバンから鍵取って、合鍵作って元に戻していたらしい。その時の飲み会の会場のビルの1階に合鍵屋があった。その合鍵を母親に、彼女と住んでいる部屋の鍵だと見せた。母親が彼女を見てみたくて、上気の思考回路で夜に家に訪れるも誰もおらず、帰ってくるまで待とうと待っていてそのまま寝たらしい。警察呼ぶと言ってババアを追い出し、会社の上司に全て伝え、A は本当に妄想こじらせており首ではないけど仕事は辞めた。家に知らない人がいるなんてすごい衝撃的だった。好きになってしまった。9年前に夫に先立たれて以来、資格持ちなこともあり母一人子一人でなんとかやってます。3年前に引っ越したら、たまたまいとこの家の近所だった。当時、母の私40代、娘16歳。いとこがちょくちょく顔出してくれるようになって、女世帯だと心細いしありがたいなぁと思っていた。しかしある日、いとこに悲壮な顔をして言われた。ごめん、娘ちゃんを本気で好きになってしまった。と、眉間に思いっきりしわ寄せて、机に肘をついてうつむいているいとこに、内心パニック。いとこは、本気なんだ。とか、妻とは別れる。とか、娘ちゃんを責めないでくれ、すべては俺のせいだ。とか言って帰って行った。数時間して娘が部活から帰ってきた。恐る恐る、娘に好きな人いるの、付き合ってるのと探ると、娘は、は？今はそれどころじゃないって知ってんじゃん。確かにソフトボール部でレギュラーになったばかりの娘は、全国目指していて恋愛は二の次。実はおじさんにこう言われたんだけど、と打ち明けると、うわぁ何言ってんの？キモキモー、と絶叫された。人をキモいなんて言っちゃダメと普段なら言うところだけど、めちゃくちゃほっとした。その夜いとこから、お前の気持ちを知りながら、ごめん。娘ちゃんが若い頃のお前にそっくりで、つい、でも本気なんだ。娘ちゃんが本命だけど、お前さえ良ければ、お前とも3人で。という頭が湧いたメールが続々届いた。補足すると、いとことは10代の頃そんなに親しくなかった。そして私より4歳上の40代後半のいとこは、当時お見合いで新婚ほやほやだった。夫とは死別でと言うと、おかしなアプローチをされたことは数回あったけどまさか既婚者で新婚のいとこに、娘ぐるみでそんな目で見られるとは思わなかった。だらでほとんどにほどきしてなかったのをいいことに、段ボールごとレオパレスに避難しそこから新居探しして即引っ越した。一ヶ月ほどはいとこからのメールがガンガン来た。心配だ。どこにいるの？妻に俺たちの仲がバレて追われたのか？安心しろ。俺が愛しているのはお前らだけだ。妻とは偽りの生活うんたら。とか言う内容。その後いとことは一度も顔を合わせてないけど、離婚したという噂は聞かない。戻ってきてママ。元エネ夫からロミオレター。ママは今どうしていますか？僕は、この頃特にママに会いたい気持ちが高まっています。お母さんが入院しました。ママが会いに来てくれたら元気になるかもしれません。おばさんがご飯を作ってくれますが、お母さんと同じにはできないし僕のことを慰めてもくれません。ママに会いたい。僕のママはやっぱり君だけです。どうか僕のママに戻ってください。お母さんも、それが一番いいと言ってます。僕は今度は絶対ママを悲しませないよ。以下、住所、携帯番号、メアド、
2年前に離婚し以来音沙汰なしだったのに、実家宛てに届きました。知人を通じて、春に再婚するから二度とこんなことするな、と言ってもらったら、肩を震わせて涙目で、そんなの嘘だ、と言ったらしい。今年40歳の親父のくせに、ママの呼び方は結婚した翌日からでした。私の方は名前で呼んでましたが、違和感はありましたが、おとなしくて優しい人だとしか思ってなかったので、知人の紹介で、会って半年で結婚しました。元留も、最初は両留かと思ってました。孫攻撃もなかったし、家事のことにも口出ししないし。ただ、元夫に対する態度にだけ異様にうるさかった。仕事で落ち込んでたら頭を撫でてあげて。あなたは悪くない、あなたを認めない人が悪いのって言ってあげて。とか。離婚の直接の理由は浮気です。取引先の女性からロックオンされたとか。一応一流企業で、見た目も悪くなかったので。そしたら、謝っても許してくれなかったらママじゃない。と逆ギレ。離婚を切り出して以降のごたごたの中で彼が結婚した理由が。お母さんは先に死んでしまう。だから私の後、あなたのお母さんになってくれる人を作るために結婚しなさい。と母親に言われたからだと分かった。未練、ゼロになりました。離婚後、浮気相手にも逃げられたらしいです。今になって、浮気という離婚理由があってよかったかも、と思ったりします。